はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、ついに民法122条から124条について解説いたします。まあ、そもそも追認ってどういうことなのかというと、まあ、どういう意味なのかということですね。これは取り消しできる行為を後で完全に有効にすること、これが追認なんですよ。取り消しができる行為が行われた後っていうのは、その行為っていうのは後で取り消しができるわけなので、まあ、取り消しされたら、まあ、その行為っていうのは無効になるし、追認すればそれは有効になるんですね。まあ、つまり取り消しできる行為が行われたっていうことは、とりあえずは有効なんだけれども、後でこれ取り消しによって無効になる可能性もあるし、またその有効が後で確定的に有効、完全に有効になる。まあ、この二つの道筋をたどることになるんですね。もう一度言いますね。取り消しできる行為が行われたら、とりあえず一旦は有効として置いておくんだけれども、その後、取り消しによって無効になることもあるし、また追認をすればそれは有効が確定するというような2つの道をたどることになります。そして122条、民法122条のちょっと条文を読みます。取り消すことができる行為は、第120条に規定するものが追認したときは以後取り消すことができない。まあ、このように規定してるんですけども、第120条に規定するものっていうのは取り消しができるものです。これについては別途動画で以前解説した内容なので、まあ、どういった人が取り消しができるか、これはですね、わからない方はそちらの動画を先にご覧いただければと思います。とりあえず取り消しができるものっていうのは限られているんですね。その取り消しできる人が追認した時はその後取り消すことができなくなりますよっていうのが122条の内容なんですね。つまり取り消しできる行為があって、それを追認したらその後じゃあ取り消しっていうのはできませんよといった内容なんですね。まあ、例えばなんですけども、私が相手方から詐欺を受けて騙されて自分の土地をその人に売っちゃったといった場合、この場合は後で取り消しができるんですね。で、これは取り消しできる行為なんですけども、この場合私が取り消しできる人に当たるんですね。つまり私が民法120条に規定するものに当たるんですよ。私が取り消しできるものですね。私が追認をしたらその後、あ、すいません、やっぱ追認やめて取り消しにしますみたいなことはできませんよというのが122条の内容なんですね。私が追認するって言ったのであれば、その後やっぱやめて取り消しにしますっていうことはできませんよって書いてあるのが民法122条の内容となります。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したい、そう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で、123条っていうのは取り消しとか追認とかの方法、どうやって追認とか取り消しができるのかということが規定されていて、これは相手方に対する意思表示によって取り消しとか追認は行ってくださいって規定しているんですね。相手方に対する意思表示っていうのは、例えば書面で追認するだったりとか、また口頭で追認する、これでも OK なんですね。書面で取り消しをするも OK だし、口頭で取り消しをする、これでも OK です。とりあえず相手に追認するのか取り消しをするのか、ちゃんと伝われば OK と、まあ、いうような内容です。これが民法123条の内容ですね。で、民法124条の内容なんですけども、ここには何が書いてあるかっていうと、追認っていうのは原則として取り消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ
取り消し権を有することを知った後でなければ追認の効力は生じませんよって書いてあります。つまり追認ができる要件なんですね。追認が効力を発生する要件って何なのかというと、これは取り消しの原因となっていた状況が消滅した後、かつ追認できる人、これ言い換えると取り消しができる人なんですけども、取り消しができる人が取り消し権を有することを知った後、その後に追認というものをしなかったら、その追認の効果は発生しませんよっていう話なんですね。つまりこの2つがあった後、追認をすることによって追認の効力が生じる。追認の効力っていうのは契約が有効になるということですね。で、これ例えばなんですけども、私が相手方から脅迫を受けていたと。脅迫を受けていて、自分が所有する土地を売ってしまったと。安い価格で売ってしまった。そういった場合を考えます。この場合、取り消しの原因となっていた状況って何かっていうと、脅迫なんですね。その脅迫が消滅し、つまり脅迫が終わった後って話なんです。つまり、脅迫を受けて契約した後、その後もずっと脅迫を受け続けていたという状況であれば、これはまだこの状況消滅していないんですね。で、その脅迫が終わった、脅迫されなくなった、そうなった時に初めて取り消しの原因となっていた状況が消滅するんです。で、かつ脅迫を受けた私が取り消し権を有することを知った、その後に追認をしたというのであれば、これは脅迫されて安い価格で売った、これが確定的に有効になるっていう話なんですね。つまりこれ言い換えると、私が脅迫を受けて、私が所有する土地を安く売っちゃったと。で、その後まだ脅迫を受けていて、お前早く追認しろよと言われて追認しちゃった。この場合、まだ脅迫を受けているわけだから、この追認の効果って生じないんですね。つまり、確定的に契約が有効になるわけじゃないんですよ。つまり、まだ後で取り消しができるって話なんですね。これがここの意味する内容なんですよ。取り消しの原因となっていた状況が消滅した後じゃないと効力生じませんよっていうところですね。これ分かりづらいので、具体例、脅迫の具体例を頭に入れておけば、これは分かりやすいと思います。まあ、あとこの下の部分はもう覚えちゃったら大丈夫です。私がこれ取り消しできるってことを知った後じゃないと、追認の効力は生じませんよっていう部分ですね。この2つを同時に満たして初めて追認の効力、つまり契約の有効が確定するんだと、まあ、いうような内容です。まあ、これが原則なんですね。で、例外があって、例外については、この要件なかったとしても、追認の効力発生するよって話なんです。つまり取り消しの原因となっていた状況が、消滅した後じゃなかったとしても追認の効力が生じる場合があるんですね。それはどういった場合かっていうと、制限行為能力者の保護者が追認した場合です。例えば未成年者であれば親権者だったりとか未成年後見人ですね。成年非後見人なのであれば法定代理人は成年後見人ですよね。あとは補佐人とか補助人、まあ、こういった保護者ですね、制限行為能力者の保護者が追認した場合、まあ、この場合は取り消しの原因となっていた状況が消滅する前であったとしても、これは OK ですよと。追認の効果は発生しますよっていう話ですね。まあ、これ保護者が OK って言ってるんだから、まあ、契約の内容を見て、まあ、大丈夫だから追認してるって話なんですね。だから追認の効果が発生するって話です。で、2つ目、制限行為能力者が法定代理人、補佐人、補助人の同意を得て追認をするとき、1番は保護者が追認した場合なんです。で、2番っていうのは保護者じゃなくて制限行為能力者自身が追認した場合なんですけども、自分が勝手に追認しても意味がなくて保護者の同意が必要なんですね。まあ、それが書いてあるんです。保護者の同意を得て追認をしたというのであれば、これも1番と同様、取り消しの原因となっていた状況が消滅する前であったとしても、保護者は同意してるんだから OK ですよねっていう話です。ただし制限行為能力者が成年非後見人の場合はこれ除かれるんですね。つまり成年非後見人が成年後見人の同意を得て追認をしたとしても、これはここには含まれてきませんよ、つまり追認の効力は発生しませんよっていう話なんです。いや、これ実は理解をしたらすごく当然なことなんですけれども、ちょっとこの部分については個別指導で解説させていただきます。まあ、こういった理解しなければいけない部分を理解していくことによって知識がつながってくるんですね。
そうすると実力って上げやすいので、ぜひですね、理解をしながら学習していただければと思います。もし自分自身で理解学習するの難しいなっていう方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。